彦コソウは、日本の弁護士。立命館大学大学院法務研究科教授。京都弁護士会会長。京都市人事委員会委員長。関西急想代表取締役社長。日本クリニック代表取締役社長。教振監査役等を歴任。極日小受賞受賞。京都市佐京区一乗寺出身。高校卒業まで京都で過ごし、1973年。 一橋大学大学院法学研究科修士、家庭修了、法学修士、修士論文は、ゲルバーの国法理論研究、指導教官、杉原康夫、大学院一年時に、旧司法試験に合格。もともと学者志望で、大学教員職のオファーも受けていたが、気乗りせず、博士課程を休学し最高裁判所司法研修所、司法修習生として2年間過ごした。 司法修習生時代に弁護士の仕事に面白さを感じるようになり、1975年に弁護士登録。1977年尾古総法律事務所所長。1995年関西急送株式会社代表取締役社長。2002年日本クリニック株式会社代表取締役社長。2004年度には京都弁護士会会長を務め。 偽証罪や横領罪での京都弁護士会、所属弁護士の相次ぐ逮捕に対応するなどした。2006年日本クリニック株式会社取締役、相談役。2008年京都市人事委員会委員長。2009年立命館、大学大学院法務研究科教授。2010年株式会社共振監査役。専門は民事法や倒産法などで、 公益財団法人京都古文化保存協会顧問、京都府個人情報保護審議会委員、京都府道府油揚げ商工組合顧問弁護士、京都市路上喫煙等対策審議会会長等も、歴任。2013年、離婚調停の依頼者だった男性に上京区の路上で、複数回刺され、重傷を負った。2017年、極日小受賞受賞。同年立命館。 大学大学院ホーム研究科教授を退任、同客員教授、ありがとうございます。